放棄ということですけども、私も、電気屋さん種、そうですね、取ったのが、20歳の時なんですけども、3年間一応私もかかってます。まあ、つってもいろいろからくりがあって、最後の年に実は電源3種と電源2種とエネルギー管理士全部同時に取得したみたいな形にはなってるんですけども、何かっていうとですね、最後の年に放棄だけ1科目だけ残ってたんですね、私で、なんで私が放棄残したかったかっていうとですね、放棄って取れる人はすんなり取れてしまうんですけども、苦労する人は一番苦労する科目なんですね。で、なぜ私が放棄を落としてしまったかというと、いろいろありまして、要因はですねまず、他の科目に比べて問題数が少ないです。当然受験時間も短いんですけども、他の科目大体1問6点あ5点なんですね1問5点なんです。ところが放棄は問題数が少ないんで、 A 問題はまず1問6点です。で、ざーっと来てですね、で、B 問題に入りますとですね、問い11、問い12は A が6点、B が7点、ね、で、問いの13は A、B 両方とも7点ということで、非常に1問あたりのウェイトが重いんですね。で、さらに A 問題がですね、非常に難しいですね。で、なぜかっていうと A 問題は全て法律に関する知識問題なんですね。で、しかも出し方が結構えげつなくてですね、他の科目、過去問でやった方は、結構、こういう感じありますよね。あいうえで、こう、穴埋めしてくださいみたいな。こういうのはあるんですけども、例えばこれ。A、B、C、D ってあって、こいつらの適切不適切な組み合わせとして正しいのはどれかみたいな。だいたい他の科目だと、5個ぐらい選択肢があって、この中で適切なものを1個選びなさいとか、不適切なものを1個選びなさいなんですよ。これ違いますよね。場合によっては全部適切ですとか、そんな選択肢もたまにあったりするんですよ。なんかね、引っ掛けですね、完全にね。で、しかも言葉がですね、非常に分かりづらいんですね。なんか取扱者以外のものが容易に触れることがないとか、他の電線等の管理者の承諾を得たとかですね、法律関係の言葉って本当にですね、分かりづらいんですね。しかも似たようなものがあるわけですよ。接触と接近とかもう何っていう感じですよね。こんなもう本当にね、こまごま重箱の隅をつつくような問題が非常に多いんですね。ですので本当にですね、勉強しきれません。本当に厳しいんですね。で、実は去年まで放棄って初級なかったんですよ。中級だけだったんですけども、なぜ、今年から初級を設けたかと言いますと、放棄に合格するための最大の秘訣は B 問題で極力点数を取ることです。もうそれしか逆に道はないですね。なぜかっていうと B 問題って、計算問題のことがほとんどなんですね。まあ、昔は必ずだったんですけど、なぜかたまに計算問題じゃないのが入ることがあるんですけど、ほとんど計算問題です。で、 B 問題だけで40点取れるんですよ、点数が。で、合格点60点なんですけど、ちなみに、平成30年度は放棄の合格点は51点でした。 B 問題で40点取れてればA 問題2つだけあってれば受かっちゃったところですよ、今年は。つまり、なので B 問題の重要性が非常に高いんですね。で、かといって B 問題簡単かっていうと実はそうでもなくてですね、結構他の科目の応用的な問題もあったりするんですね。なので、できる限り中級で B 問題を徹底的にやりたいということで、今年は A 問題の中身を初級、まあ要は今日ですね、今日やって、中級はもう B 問題を徹底的にやるという形で少々カリキュラムを変えさせていただきました。じゃあ A 問題みっちりやるのかっていうと、まあ先ほども申しましたようにやりきれません。電気設備技術基準の解釈っていうね、法律があるんですけども、ここには今ちょっとないかな、ちょっとここにはないんですけども、今私の地元手元にあるんですけども、あと電気事業法っていうのもありましたね。これ電気設備技術基準解釈、これ一冊ですね、丸前の一冊。これと、あと、電気事業法、一冊ですね。あと、電気工事士法、電気工事業法とか、こんなのが5、6冊ぐらいあるわけですよ。そんな全部できないんですよね。で、そういうのパーフェクトに覚えてても、多分満点取れないです。法規は。法律だけじゃないので、聞いてくることがですね。なんで、A 問題は、半分取れればいいと思ってください。本当に。でも半分取るためにも結構勉強が必要です。
で、このテキストの後期の内容を全部覚えてもおそらく70点ぐらいしか取れないんじゃないかなと思います。はっきり言ってですね。この中に書いてないことも散々出題されます。そうすると皆さんもどうやって勉強したらいいかも分からなくなると思うんですけど、なので、今日お話しするのは、正直法律の中身なんで多少分かりやすく解釈した説明はできますけども、この内容を話すしかないんですね、はっきり言ってね。ただこういうところは覚えやすいよとかで、あと A 問題の中身を覚えることによって B 問題が解けるっていうのが結構あるんですね。逆に言うと B 問題で解くために必要な知識を覚えると A 問題も解けるとか、そういうところの関連付けで今日お話をいたしますので、で今日話した内容を今日覚える必要は全くございません。逆に言うと A 問題は覚えりゃいいんですよ、ある意味。なので試験直前にいくらでも詰め込みができますので、今日お話しすることをとりあえずテキストとかにマークをつけていただいて、であとはとゆっくりと勉強してください。なので今こういう暗記ものって隙間時間でちょこちょこ勉強したい人もいると思うんで、なんで早めの期間に今回は設定しております。でこの法規の A 問題勉強するにあたっておすすめの本がございましてですね、前にも出しますけども、こちらですね、一種電気工事費筆記試験完全回答、なんか資格違うじゃねえかと思われるかもしれないんですけども、実はですね去年の内容、去年の法規の内容ってですね、第一種電気工事士の勉強をがっつりしてると結構取れちゃう内容だったんですね。ただ去年実は結構合格点下がってたんですけど、私の地獄の特訓来た方で、去年合格された女性の方いらっしゃるんですけども、法規94点だったんです。1問しか間違わなかったと。で実際に去年の内容って設置工事の設置抵抗の話とか、もう工事士の中身がすごく多かったんですね。なので私去年簡単だったんじゃないかなと意外と思ったんですけど、なぜか51点ということで1番点数下がったと。なぜかというと多分ね、電検の勉強頑張る人って工事士の勉強やんないから、なんか結局覚えてなかったんですよね、おそらく。でも意外と出ちゃうんですよ。で私もさっき改めてですね、21年度からざっと過去問を見てたんですけども、結構工事士の内容出てます。でもそれには理由があります。これ結構大事なんで覚えてほしいんですけども、電気工事士法にかかるんでね、第一種電気工事士の、資格の仕事の範囲って皆さん覚えてらっしゃる方いらっしゃいます？中にもしいらっしゃったらちょっと皆さん覚えて、あ、どう？次回はですね、で容量があるんですよね、容量の制限、それ覚えてないです。500キロ、そうですね、500キロワット未満の自家用電気工作物の電気工事、それが第一種電気工事士の範囲なんですね。じゃあ500キロワット以上になっちゃったらどうなるかということですね。じゃあちょっと皆さんクイズ出しますね。500キロワット以上、別の資格があるんじゃないかと思う人、とりあえず工事士持ってりゃいいんじゃないって思う方、免許なくても無免許でもできるよって人、あ、素晴らしいですね。その通りです。法律上はですね、極端なこと言うと、うちの2歳の子供が会う言いながらやってたっていいんですよ。法律上はね、物理的にできないですけど、法律上は構わないです。で、なぜかっていうと、500キロワット以上の設備については、工事とかにも含めて、すべて電気主任技師者が責任を負うからなんですね。で、電気主任技師者の職務の内容っていうのは、自家用電気工作物の設備の工事、維持及び運用に関する法案の監督なんで、工事の監督できなきゃいけないんですよ。ってことは何かっていうと、素人が工事やってもいい法律ってことは、電気主任技師者は工事士の内容も全部把握しなきゃいけないんです。だから工事士の中に出てくる内容っていうのは電検3種の出題範囲でもあるんです。なのでこれ当然全部覚えてなきゃいけないです、本来はですね。ただ1個違うのがあって、この工事士のテキストってこう器具の写真とか出てきて、これ何ですかって問題があるんですけど、これは3種は出ません。これはね、さすがにね。ただその代わり、例えばこの私もね、今ちょっと第二種電気工事士の、執筆頼まれてて今仕事してるんですけども、この金属管のね、指示点の距離とかね、2メーター間以内で指示しなきゃいけないとか、管を曲げるときは内径の6倍以上で曲げるとか、そういうのは出ます。実際過去出てます。で結構分厚いじゃないですか、これの法規の中身で。実際中級で使うテキストこっちになっちゃうんですよ。でこの中から皆さん勉強するのしんどいと思うんで、でまずこの工事士のテキストって、工事士のしかもこれ、ね、
過去問集、あえて過去問集の表の方って重要ポイントだけまとめてあるんですよ。だから結構内容薄いですし読みやすい。あと公示誌って結構分かりやすく書いてあるんで、これすごく勉強しやすいんですね。ですのでこれちょっとあの2300何十円なんですけど、まあぶっちゃけと使う前にここだけだから若干寂しい気はするんですけども、ちょっと買ってみてください。あとねこのテキストすごくいいのがあって、あの実は第一種電気工事士の過去問って電検算書の計算の知識結構必要な問題出てくるんですよ。前半の方ね、工事士の一種の工事士って前半の1番から10番ぐらいまで全部計算問題なんですけども、結構ね3層の回路とかそういう計算問題ちょこちょこ出てくるんですね。でその辺の中身もねうまくまとまってますんで、入門にはすごくいいです、これ本当にね。なのでぜひこちら騙されたと思って一回買ってみてください。で実際にあの皆さんこの、私の理論の初級とかから来ていただいている方いらっしゃると思うんですけども、腕試しにちょうどいいです、一種の計算のやつですね。ぜひちょっとお買い求めください。これどこの本屋さんでも売ってます、そこそこの本屋さんだったら。三種のテキストって意外とねあのいいやつ売ってなかったりするんですけど、これはどこでも売ってますんで、大武者さんね、ぜひこちらお買い求めいただければなと思いますね。はい、で、本日の、やる範囲なんですけども、お手元の、赤のテキストのですね1章から2章こちらをやります。で3章は何かっていうと、電気施設、管理という内容で、こちらですね全て B 問題の中身になっております。なのでこちらは今回はやりません。今日は主に A 問題の法律関係のポイントの説明というところですね。であと皆さんに公式集今回お配りしておりますが、こちらはですね主に B 問題で使うんですが、この公式集の公式を覚えていると解ける A 問題もちょこちょこ出題されますんで、その関連するところについては今日お話もしていきたいと思いますね。ただあんまりねあっちこっち行くのもどうかと思いますんで、一応テキストに沿って、お話の方をですねしていきたいと思っております。なんでこんなこと初めに言うのもなんですけど、今日の講習すごく眠いと思いますんで適宜コーヒーを飲んでいただいて、聞いてるだけの講習ほんと辛いんですよね。辛いんで、はい、一応インスタントもありますけども、まあ美味しいコーヒーの方が気分的にはいいのかなと思いますんでね。私もですね講師だから無料にしてくれるっていうそういう優しいところじゃないんですね。私も毎日2、300円課金してますけども、コーヒー飲むとね結構ね気分が上がりますんでね、はい、それではやってまいりたいと思います。で内容は実は電気設備技術基準の解釈、これが非常に多いんですけども、まずはですねその他関係法令というところから一回やっていきたいと思います。電気関係法令ですね、こちらの内容ですね。はい、まあ関係法令って言われるとねなんかざっくりしてますけども、はい、で実はねこの5個ね法律がありますよって言うんですが、これ本当にね第一種電気工事士と全く同じなんですよ、出題範囲としてはですね。で一番初めにあるのが電気事業法ということで、事業規制と保安規制ということがありますけども、まあ、まずざっくり言うとですね、電力会社の規制がまずここに入ってますというところと、あともう一つ、保安規制って書いてありますけども、これそもそも何なのかっていうと、実はですねここで自家用と一般用の区別があるんですけども、まあ、一般用自家用と一般用って言うとあれですね、一般用電気工作物と事業用電気工作物、これに分かれます。まず皆さんここの整理ついてないと思うんで少しお話をしますと、電気工作物っていうね定義がありますけども、まあ一般用っていうのは要するに皆さんの家ですね、家とかのことを一般用。あとでねこの一般用と、事業用の区別の話をいたしますけども、まず電気工作物っていうのは大きく分けると、大きく分けるとですね
一般用と事業用に分かれます。ここね結構勘違いしてる人いるんですけども、まず一般用と事業用に分かれます。で事業用からここに分かれるんですね。自家用、あと電気事業に要するね。こういうわけがあるんですね。で、皆さんが今取ろうとしているのは第3種電気主任技術者っていうことなんですけども、電気主任技術者っていうのは電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督ってことなんですけども、新しいですけどね、これ何かっていうと、ざっくり言うと電気設備に関する総責任者です。まあ総責任者っていうとちょっと微妙ですけどもね、運用とかに関する責任者です。あの設備を健全に保つ責任はないです。電気主任技術者はね健全に保つ責任はないんですけども、安全かどうかっていうのを確認する責任は我々にあります。でなんかやべえなと思ったらその設備を持ってる人に直してちょって言うっていう、そういう立場ですね。だって直す義務はないんですよ我々はね。通知する義務ありますよ。なんか壊れてるから直してって通知する義務ありますけどね。で電気主任技術者が必要なのは事業用です。一般用には電気主任技術者は必要ないんですね。でなぜかっていうと維持とか運用の監督の責任っていうのが一般用の設備を持ってる人にはないんです。でもよく考えると当たり前ですよね。だって一般家庭のね家の電気設備が健全かどうかなんて住んでる人判断できないじゃないですか普通はね。そうするとじゃあ一般用はね誰がその責任を負ってるかっていうと、簡単で電力会社です。まあこの首都圏でいうと東京電力パワーグリッドですね、あそこが持ってます。今ねちょっとややこしくなっちゃったんですよね、自由化になって自由化と分社化してね。で昔はほら東京電力だったんですけど、今の皆さん、まあ実はうちもそうなんだけど電気東京電力から買ってない人もいると思うんですよね。まあ、うちも東京ガスから買ってるんですけども、まあ、元電力社員が何やってんだって言われるかもしれないですけど東京ガスから買ってるんですけどね、安いからで、ただその設備のねこの我々の家の設備の健全を見るっていう責任は私が電気買ってる東京ガスじゃないんですよ。電線路維持者っていう義務規定があって、電線路維持者ってのは何かっていうと配電線とか送電線を管理している人のことです。管理している会社のことで、その管理している会社のことは、東京電力パワーグリッドですね。この前だとで託送供給事業者だったかな、託送供給事業者って言うんですけども、で、まあ、東京電力も分かれちゃったんですね。パワーグリッドとエナジーパートナーと、あとヒュエルなんとかだったかな、まあ、発電事業者と、電気売る事業者と、あとこの電線の維持者に分かれたわけですね。で例えば私が電気買ってる東京ガスは電気売るためにその東京電力パワーグリッドにお金を払ってるんですよ。お客さんに電気売るためにこの設備使わせてねってお金払ってるんですね。託送供給料って言うんですけども、で東京電力エナジーパートナーも払ってるんですよ。まあ、テプコカンパニーとかってホールディンググループで一緒なんですけども、一応会社としては分かれてる、ね、よく分からなくなっちゃいましたけど昔に比べてね、はい、でそこが責任持ってますよと。ですので、皆さんの家だと多分4年に1回かな、電力会社の人が来て電気の点検ですつって分電盤なんかちょんちょんちょんって当たって、あ大丈夫ですねつってサインくださいって帰ってくるんですけど、あれ法律で義務があるんですよ。で人たちが設備が健全かどうかを見てるわけですね。ただ勘違いしちゃいけないのが、人たちが例えば見てね、なんかここ漏電してますねって見て、あここちょっと危ないからなんか電気工事さんとかに直してもらってくださいって言ってくれるだけで、その設備が壊れてるよって言われて直す義務は我々です。直す義務がないのはあくまで我々ね。ただ壊れてるかどうかの判断はできないと。ここが壊れてるから直してねって言われて直さなきゃいけないのは我々なんで、そこは勘違いしないように。いやなんか東京電力さん直やばいっつうんだったら直してよ、あんた義務あるんでしょって言ったらダメね。
それ義務ないんで、直す義務は我々になります。で、事業用に関しては電力会社は面倒見てくれません。自分たちで維持しなさい、そういうのを自主保安って言うんですけども、その自主保安の体制があるんで、じゃあその自主保安でね、その監督する責任者置かれると、もうどうしようもないですね。お前見ろよ、お前見ろよ、お前見ろよって押し付けたらどうしようもないから。で、その責任者が電気主任技術者っていうことなんですね。なので電気主任技術者を置かなきゃいけないのは事業用から上で、先ほど電気事業法のところでなんか保安の規制とかありましたよね。あの保安っていうのは何かっていうと、この設備を維持する保安のことです。こういう風なルールにのっとって設備を維持してくださいという規制なんですね。そこを定めたのが電気事業法です。じゃあ中身について見ていきたいと思いますけども、はい、なんか電気事業の種類というのがね、初めになんか出てきましたけども、はい、まあこれもね、細かい話なんですけどね、はい、まあここはそんなに細かく見なくてもいいです。一応テキストの赤文字のところはね、やっぱりざっと見ましたけど大事なことが書いてあるんで、赤文字のところはちょっと注目して見といていただければいいかなと思います。要はキーワードなんで。で、この法規についてはね、キーワードを押さえるというのがすごく大事。何かっていうと、文章を全部覚えてらんないんです、はっきり言って。なんでこの赤文字のキーワードをとりあえず押さえるっていうのが一番ピンポイントかなって思います。はい、で、まあ、ここはいいんで、じゃあここ大事ですね。電気工作物の区分ということで、これ結構大事なところなんで、見ていきます。電気工作物とは、発電、変電、送電、配電、または電気の使用のために設置する機械器具っていろいろ含まれてるんですけども、はい、よく問題で出てくるのがここですね。船舶、車両、航空機に設置されるものなどは除きますよということなんですね。要は独立しているものは除くよということでございます。でこれ除かれないとね、結構大変なことになるんですよ。例えば、まあ、私の一応車ね、ハイブリッドカーなんですけども、ハイブリッドカーって結構危ないんですよ。トヨタのハイブリッドカーなんかだと、車の中に直流の 750V っていう電圧がいるんですよ。もうギリギリ、高圧ギリギリのライン、非常に危険なんですね。でもそんなの別にね、なんかいろいろ点検したりしないじゃないですか。我々がね、メーカー大丈夫かななんて点検したりしないんで、ああいうものはね、電気工作物としては含まれませんよってことを言ってます。船なんかもそうですよね。あと航空機もそう。で、電気工作物の区分は一般用と事業用がありますよと。で、事業用にはさっき書いたように電気事業用と自家用があり、保安上はほぼ同じ規制を受けます。これは何かっていうと、自主保安と。強いては電気主任技術者が必要ですよということですね。はい、ということになります。ここが大きな違いです。で、ちょっとね、後で出てくるんで先行して少しお話をしますけども、これ自分でね、自主保安ってことは自分で大丈夫かどうか確認をして、やばかったら直せってことを言ってるんですね。ってことは大丈夫かどうか確認するためのルールが必要じゃないですか。例えばね、1年に何回点検しますよとか、こういうね、値の基準を持って大丈夫かどうか判断しますよとかね、そういうルールが必要なわけですよ。で、そういうルールのことを保安規定って言うんですね。
で、その保安規定って、昔はね、国が全部管理してたんですけども、今はね、もうざっくりしてて、自分でルール決めて自分で運用しなさいと。もう自分で作っちゃってるんですよ、ルール。保安規定のルール。結構ざっくりしてますね。たださすがに、めちゃくちゃなルール作っちゃダメですよ。10年に1回点検しますとか、そんなの許されませんけどね。うん。で、保安規定、ルールは自分で勝手に作ってねってことなんですけども、まあさすがにね、そのルール作ったのはいいけど、そのルールが適切かどうかっていうのはね、一応確認しなきゃいけないんで、この国としてはね。なので、電気主任技師者選任します。事業電気工作物にね。電気主任技師者選任して、保安規定作ったら、その保安規定を持ってって、持っていくかどこかっていうと、この辺だと埼玉の経済産業局ですね。そこに持ってって、うちの設備はこういうルールに基づいて点検しますって出すんで、提出するんですね。保安規定をね。で、それ、保安規定提出して、了承がもらえれば OK って感じです。なんで、むちゃくちゃなルール作って大丈夫かっていうと、そうではない。まあ、ただ作る方もめんどくさいじゃないですか。なんでね、ひな型があります。通常ね。そこにとりあえず設備の容量とかパパパって打ち込めばできるような仕組みがあるんで、まあ、普通はそれ使ってやりますね。普通はね。はい。では、一般用と事業用のね、区分なんですけども、これ、すごく大事なんで絶対に覚えなきゃいけないんですけども、事業用の区分を覚えるよりも、一般用の区分を覚えた方が早いですよね。一般用を覚えて、それに該当しなかったら全部事業用なんで、逆に言うとね。なんでそこをまず見ていきたいと思います。はい。まず一般用電気工作物。はい。一般住宅、商店と小規模の自由施設で、まあいろいろ書いてありますけども、はい。大事なことはまずこれ。低圧で受電し、これ非常に大切です。これ本当に大切。低圧で受電してってことですね。あと、皆さんその後ろにね、同一構内でって書いてあるじゃないですか。これ何なのかっていうと、簡単に言うとね、行動前対峙はダメよってこと。どういうことっていうと、例えば、なんか私がね、このなんか、ロトセブンかなんかで10億円当てちゃったと。で、ちょっといいとこに家買おうかなってこう家買いましたと。で、道路挟んだとこに空き地があるから、ちょっとそっちに俺のオフィス作ろうかなとかって、よくわかんないこと言い出して、こっちにこうオフィス作ったと。で、なんか、一箇所から電気もらうのめんどくせえから、二箇所から電気もらうのめんどくせえからいいや、つって。ちょ、知識あるから穴掘ってやっちゃえとか言って、なんか道路の下なんかよくわかんないけど穴掘って、こう引っ張っちゃったと。これやるとね、ダメなの。この場合はどうすればいいかっていうと、それぞれで電力会社から電気買って、で、メーターつけて、それぞれで電気料金払わないとダメなんです。自分の敷地内だったらいいんですよ。例えばね、すげえ広い庭があって、庭の中に別にね、建物を建てて、そこに電気引っ張るのは OK。自分の敷地内だったら。なんで、公道をまたいで電気を引っ張らないこと。これが一応ルールです。なぜかっていうと、公道とか、要は自分の敷地外のところって、誰が何をするかわからないんで、非常に厳密なルールでこう作んなきゃいけないんですね。で、それを破っちゃうとまずいから、ちゃんと、責任持てる人がいないんであれば、自分の敷地内だけで完結しろということがルールで定められております。同一構内でって言われても、初めなんだかわからないですよね。そういうことです。はい。で、続いて、一般用電気工作物は基本的には電力会社から電気を買うんで、自分で作ることは認められておりません。原則は。なので、発電設備は原則設けちゃいけないんですけども、まあ、かといって今ね、屋根の上に太陽パネル貼ってる人結構いますよね。うん。あとは、これ私よく話すんだけども、家庭用燃料電池ね。エコウィルだったかな。東京ガスさんがやったやつ。ね。発電してますね。あれいいのかというと、ちっちゃいやつだったらええよ、ということを言われております。で、そのちっちゃいやつってのは何かっていうと、小出力発電設備という規定でございます。小出力発電設備ですね。はい。で、いろいろあるんですけども、覚え方は、安全なものは
丸みたいな感じ。安全なものは OK っていうイメージです。安全なものは OK ですよ。で、発電設備の中で一番安全なものは何かっていうと、もうダントツで太陽光ですよね。太陽パネル置いといて、そこにインバータくっつければ終わりですから、特にね、なんか動くところもないし、ものすごい熱を帯びるところもないわけですね。なので、太陽光は一番出力が高くて OK ですよと。で、上限は 50kW 未満ね。未満ですね。まあ、ここにいる方は多分大丈夫だと思うんですけども、50kW 未満ってことは、50kW はダメってことですからね。なんか、上げ足取んなよ、お前とか言われるかもしれないですけど、電源の問題上げ足取ってきますから、50kW って普通に出ますんでね。50kW はダメです。49.9kW まで OK です。で、次に安全なもの。回るところはあるけど、自分で熱を出さないもの。風で回します。水で回します。それは別に問題はないですよね。ただ、この水力ってのは、なんかダムとかね、堰を有さないとかって書いてありますけど、何かっていうと、簡単に言えば、川とかがね、用水とかがあって、そこに水車ぶっ込んで、くるくる回すのは OK ですよってこと。自分で水溜め込んで上から落とすのはダメってことです。まあ、ただ、そんなことやっちゃうと、簡単に20キロと超えちゃいますから、それできないですけどね。はい。で、続いて、内燃力。これ何かっていうと、簡単に言えば、エンジンですね。ガソリンエンジンとか回して発電するタイプのものです。まあ、よく非常用発電装置ってありますよね。ガソリンエンジン回すやつね。なんで、気力発電は当然ダメですよ。ボイラー与えてってのはダメですよ。まあ、ただ、ボイラー与えて 10kW 未満ってありえないですけどね。はい。あと、燃料電池。ね。燃料電池ってなんか皆さん安全なようにね、感じると思うんですけども、あいつ結構危ないですよ。燃料電池はね。燃料電池って、発電してるとき絶対触っちゃダメですよ。確実に火傷しますんで。まあ、これ機械のところでね、少しお話をしたんですけども、燃料電池は、だいたいエネルギー入れたうちの4割が電気。で、残りの6割が熱で出てきちゃいます。なんでめちゃくちゃ発熱します。ただ6割熱で出てきちゃうんですけど、その60のうちの40が温水とか使うことによって回収できるんで、エネルギー効率は高いって言われてるんですね。なんで総合エネルギー効率は 80% って言われてます。ただとりあえずめちゃくちゃ熱で持ちますし、そもそも使うものがね、都市ガスとかそういう燃料ですから、やっぱり大規模なものはちょっと危ないですよね。なので燃料電池は一応 10kW 未満ということで言われておりますが、はい、自動車に設置される出力 10kW 未満のもの、これはよく分かんないな。これ無視トヨタのミライっていう車ありますけど、余裕で 10kW 超えてますから、うん、じゃあさっきも言ってましたけど、車両に搭載されるものは除きますんでね。だってね、トヨタのミライ買った人は電気主任技者必要なのかって話になっちゃいますからね意味わかんなくなっちゃいますからね。はい。あと、スターリングエンジンってのがあるんですけども、これはね、気にしなくていいです。で、いろいろありますが、例えば、よくやるのが、太陽光と風力一緒につけようかってことをたまにやるわけですね。要は、太陽光って太陽出てなきゃダメってことで、天気良くなきゃいけないわけですよ。で、天気悪くなると発電しませんよと。ただ、天気悪くなると大体今度風吹いていくじゃないですか。そうすると今度風力頑張ってくれるよねってことで、2つ設けとくと結構ええんやないかってことで、2つ設けることがあります。で、例えば太陽光がとりあえず 40kW つけて、風力は確か 10kW まで、 20kW まで OK だから、じゃあ15つけちゃおうかなってやるとダメ。何かっていうと、合計も 50kW 未満という規定がありますんで、これも覚えておかなきゃダメです。で、これからね、いろんな法律の話をしていきますけども、覚えるときのポイントとしてこれを押さえておいてほしいんですけども、言葉を覚えて判断するのは非常に困難です。例えばさっきの接触と接近とかね。もうほぼ近いみたいなもんじゃないですか。言葉を覚えるのすごく辛いんですよ。で、確実なのは何かっていうと、数値を覚えちゃうのが確実。例えば15だったら15、20だったら20って覚えて、数値が違ったらダメなんですよ。なんで数値のものを優先的に覚えるようにしてください。で、過去問目とね、結構数値ものが A 問題の4割ぐらい出ます、やっぱり。4割ぐらいね。うまくすると5割ぐらい出ますんで、そうすると B 問題で例えば40点とか30点、33点とか取ってれば、33点ってありえるのか、ありえるな。
33点とか取ってれば A 問題の方で6,4,20したから、まあ、4問ぐらいあってればいけちゃうわけですよね。だって34点と24点で58点ですから、だいたい58点取ってれば受かりますから。放棄最近ね60点ってことないですから、電検ね、ここ3年ぐらいだいたい55点とかですから、なんでそんな感じでいいんですよ。だから A 問題が、10問のうち4問ぐらいやってればいい、半分取れれば受かる、ただし B 問題が取れればっていう前提ですよ。はい、ということでございますね。これはもう必ず覚えておいてください。はい、で事業用は、まあ、電気事業用と自家用の2種類がありますよで結構でございます。で自家用のこの、決まりは別に覚えなくていいです。自家用の決まりは別に覚えなくていい。簡単に言うと、事業用電気工作物になって電力会社から電気もらってるやつは自家用ですよ、うん、簡単に言うとそれだけ、はい、なんでこの細かいなんか表は別に覚えなくて結構です。一般用は必ず覚えてください。はい、あ、すいません、ちなみに忘れてました、もう一つポイントをお話をするのね。これ結構大事なんですけどね、皆さんの例えばねこういう問題出たとします。600V で、ごめんなさい、低圧で受電してて設備の容量が例えばね 300kW ありましたと、そういう設備と 6600V で受電して設備の容量が 100kW の設備、どっちが一般用で自家用ですかって言われた時によく勘違いしやすいのが設備の容量で判断してる人がいるんですよ。容量大きい方が危ないと思うじゃないですか普通ね。どこにも容量のこと書いてないんです、設備の容量のことは。発電設備は書いてますよ。なのであくまでも低圧で受電していれば普通ありえませんけど 1000kW でも構わないんですよ、いっぱいのだったらね。ただ普通ありえませんけどね、そんなことしたら金がかかってしょうがないですから。あ、しかも電力会社からも頼むから高圧で自電してくれって頼まれますんで、そんなもん作ろうもんならね。なんで設備の容量は無関係です。でそれで引っ掛けてくることがよくあります。容量を覚えるのは小出力発電設備の範囲ですね。はい、では続いていきます。で、自家用のところに一つあるんですけども、例えばね低圧で受電してたとしてもね、どうしても主任技師者が必要になっちゃうところがあるんですね。何かっていうと火薬類を製造する事業所とか石炭鉱山の電気工作物、こういうものは非常に危ないんですよ。何かっていうとですね、ちょっとでも火花が散ったら終わりなんですよね。花火工場とかそうですよね、花火工場とかね、火薬の粉がホワホワホワってしてる中でスイッチ散ってきた瞬間ドーンっていっちゃうんで非常に危険なんですね。まあ、てかそもそもそういうところにスイッチとか設けちゃいけないんですけどね。うん、この間テレビで火薬工場の人やってましたけども、夏場死にそうしましたよね。うん、要は、エアコン使えないんですよ。簡単に言うと。電気使えないから。コンセントがないんで、部屋の中に。コンセントってあれ火花散りますからね、入れた瞬間に。場合によってはね。地獄しましたね。でも花火の最盛期って夏じゃないですか。夏祭りに向かってひたすら作るんですけどね。暑いムシムシした梅雨の時にね、死にそうって言ってましたけど。でああいうところに電気設けるときはもう主任技師がちゃんといないとダメですね。はい、じゃあ続いていきます。はい、電気事業法の目的と義務ということですけどもね、こんなねよくわかんない文章がいろいろありますけども、はい、そうですね、一つ、イメージとしては、これ極端なこと言いますけど、電気事業法は電力会社を守ってくれるものではございません。基本的にはこういういろんな法律っていうのは我々、まあ、ちょっと言い方は悪いですけども、立場が弱いものを保護してくれるものなんですよ。ね、なので、電気事業法は電気の使用者の利益を保護します。供給者ではございません。あとね、電気工作物の工事、維持及び運用、このね、キーワードよく出てきますんでね。で、これを規制することによってね、規制ですね。規制することによって、はい。公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とするということで定められておりますね。はい。
本当に法律の用語って難しくて嫌なんですけどね。はい、で続いてここポイントです。事業用電気工作物の維持義務なんですけども、はい、事業用電気工作物をこれ設置するものです。設置するものはっていう規定があります。いや何かっていうと、例えばね、会社がある設備を作ってその設備の運用をね別の会社に委託したとするじゃないですか。でもその運用を委託されてる会社はその設備を維持する義務はないんですよ。あくまで設備を維持するのはその設備を作って持ってる人が義務を負ってます。なので主任技術者も維持する義務はありません。義務はありません。はい、では、どういうふうに維持しなきゃいけないのかね、はい、これよく出てくるんでね、はい、まず人体に危害を及ぼしまたは物件に損傷ですね、はい、ここよく出てきます。はい、あと、他の電気的設備その他の物件の機能にこれね電気的または磁気的ですね、はい、電気的または磁気的な障害ですね。これ磁気的っていうのは何かっていうと、例えばなんかすごいでかい電流流すとですね、その周りに磁界っていうのができるんですけども、それによってテレビ映んなくなったよとか、そういうのはダメよってことです。あと場合によっては、ね、物も壊れますんでね、強力な磁場が起きるとね、例えばなんかクレカがなんか急に使えなくなったとかね、そういうのはダメよってことです。なんでなんか敷地境界線でね、何マイクロテスラとかあるんですよ、規定がね。そういうのも維持しなきゃダメよってことですね。はい、あとは、自家用電気工作物、まあ事業用も含むんですけども、他の、要は電力会社ですね、電力会社の電気の供給に著しい支障を及ぼさないっていうのも規定がございます。ここちょっとポイントですね。電力会社の電気止めちゃいかんよと。これ結構ポイントでございます。あとでもね、関係して出てきますんでね。これ言葉だと意味わかんないと思うんですけども、電気止めちゃダメってことですね。あ、止めるっていうのはこっちじゃないんだな、停電だからこっちだな。はい、では続いて、これさっきのね、私が話した内容に全く関連があるんですけども、じゃあ一般用はっつうと、ね、例えば田舎のね、おじいちゃんおばあちゃんが住んでる家がね、電気が大丈夫かなって確認するわけいかないですから、誰がやるのかっていうと、電線路維持運用者ですね。はい、まあ要はこれ電力会社です。ただ電力会社っつってもこれ今難しいんですけどね、言葉がね、送配電事業者とかそういう風に言った方がいいかもしれませんけども、まあこれとりあえず電力会社でイメージとしてはいいです。でこの電力会社の人が来て何にね定めてるのか、何にね適合してるかってことなんですけども、これです。技術基準に適合しているかどうかですね。で、技術基準って何かっていうと、電気設備技術基準とその解釈という法律があって、これがもう要ですね。要、まあ一番範囲も広いですけどね、これに適合しているかどうか。まあ具体的に言うと、まあ絶縁ですね、一般的にはね。絶縁抵抗をちゃんと維持できてますか。絶縁が良くなる、絶縁が悪くなると漏電っていうのをしますから、漏電すると感電しちゃうんですよね、ビリビリとね。それいかんよということで、それを調査しています。で、回数は4年に1回以上なんで、4年に1回ですね。4年に1回で、その後ろの括弧書きはたまに出てくるんですけど、もうよく分かんなくなるから別にいいです。
で調査の結果適合しないと認める場合は遅滞なく所有者または占有者、ね、に通知するということでございます。はい、あとですね、さっきね、電力会社の人が4年に1回来てね、電気の点検ですってやってるって言いましたけども、あれ、電力会社の社員がやってません。人が足りないんで、そんなことやってるとね。それが、括弧4番ですね。委託することができますよ、ということで。はい。なんか、このアルバイトなんか募集してましたけどね。確か工事士持ってなきゃいけなかったのかな、確かに。なんか資格持ってなきゃいけないんですけどね。でもそれね、資格持ってやらなきゃいけないバイトって、ね、結構時給いいんですよ。はい、では続いて、はい、これよく出てきますんでね、覚えておいてください。電圧および周波数の維持義務ということでございますが、これよく出てきます。まず 100V、 100V は101V プラスマイナス 6V という電圧でございます。で、これがね、どこの電圧かっていうのが大事なんですよ。電気を供給する場所においてって書いてますよね。これ何かっていうと、簡単に言えばコンセントのとこです。コンセントのところでこの電圧にしなきゃいかんよってことです。で、100V は101プラスマイナス6、200V は202プラスマイナス 20V っていう値ですね。これはもう必ず覚えておいてください。で、周波数は非常に厳しい。50Hz または 60Hz を維持すること。ね。まあ、これすごく正確にやってます、電力会社ですね。コンマ数ヘルツもずれたら大騒ぎですね。もう50ぴったりです。なので日本の電気の品質っていうのは非常に高いです。電圧も狂わないですね。はい、で、一般送配電事業で、まあこれをですね、維持しなさいよということですけども、まあ、ここはあんまいいかな。はい。じゃあ続いて、ここからね、また大事なところに入っていきます。この辺ですね。皆さんが主任技師者やるってなった時に、これ知ってないと結構大変なんで。では、事業用電気工作物、設置者ね、あくまでね。設置者の手続きはどういうものがあるのかっていうことなんですけども、はい。まず、主任技術者を選任しなきゃダメよと。主任技術者を選任しなきゃダメよと。で、これ届け出先がめんどくさいんですけど、所管の産業保安監督部長に届け出てっていうことに言ってます。これ結構ね、めちゃくちゃめんどくさいですよ、これ。はい、で、なんでね、これめんどくさいかっていうと、届け出先、この所管の産業保安監督部長じゃないですか。で、例えばね、この設備がなんかこう不具合が起きて危ないっていうのがね、こう見つけられちゃってバレちゃうと、いろいろ命令食らうんですよ。お前直せとか。で、そういう命令下すの誰かっていうと、経済産業大臣なんですよ。なんで、問題の中で、産業保安監督部長っていう人と、経済産業大臣って人が出てくるんで、どっちがどっちだったかって結構ごちゃごちゃになるんで、で、大体そこ引っ掛けてくるんで、必ず。選択肢絶対入ってます、両方。
はい、で続いて、法案規定を、ね、定めるんですけども、はい、この、ね、届け出るタイミング後も決まってるんですね、こういうふうにこういうルールにのっとって設備を、ね、こう維持していきますよっていつ届け出るのかっていうと使う前に出さなきゃいけないですね。使う前にね、でこれもね法律の嫌なところで使用開始前にっていう言葉と使用開始後遅滞なくとかねいろんな言葉があるんで、はい、で続いて保安規定の中身って何なんかねということですけども、まあこれもねざーっと書いておりますけども、あの最後のね丸7番はね無視してください。だって法案に関し必要な事項とかざっくりすぎるからとりあえず置いといて、あの赤文字のとこですね、やっぱり出てくるんですよ、ほら工事維持および運用ね、これいろんなねこの見てって共通のキーワードって出てくるんで、そういうところはねこう重点的に覚えてくださいね。共通のキーワードね、工事維持および運用、これはもうすごい共通ね、工事維持および運用ね。で業務を管理する者の職務及び組織に関すること、要は電気主任技者がいてその下にどういう人がいてとかそういうことですね。そういう組織形態ですね。あとは保安教育っていうのがあるんですけども、これ電力会社にいた時必ずあったんですけども、1年に1回かな、電気の保安教育やってくださいということで、まあ大体ねどこの会社も e ラーニングが多いんですけどね、あの電気主任技者が人集めてわざわざ講義なんかしませんよ、めんどくさいから。だって e ラーニングが回ってきてこの期間までにやってくださいねみたいなのありましたけど、保安教育ですね。あとは巡視点検および検査、これは当たり前ですね。要は点検っていうのは1年に1回点検しますよと、で設備はこの設備は1ヶ月に1回見ますよと、でこういう設備は2ヶ月に1回にしますよとか、そういうのをいろいろ定めます。あとは運転または操作、こういう手順にのっとって運転しますよとかですね、そういうのも定めますと。あと記録をね、何年間保存しますよとかですね、そういうのも規定をいたします。はい、まあ当たり前のことですけども、維持および運用に関する全てのことを規定します。基本的にはですね、あのかかる費用とかどうでもいいですよ、お金のことは関係ないですからね。はい、続いて自主法案体制ということがございます。これは何かっていうと、事業用電気工作物の設置者にまず電気工作物を技術基準に適合させる、あと設備の規模に応じた資格を所持した電気主任技者を選任する、法案規定の制定、法定実験者の4項目を自主的に行わせることによって法案の確保を図るようにする。つまり自分で自らやれと命令されるんじゃなくて自分で自らやってくださいねということを言っております。まあひどい言い方をすれば、国は面倒見ねえから勝手にちゃんとやるということですよね。まあただやりきれないですよね、確かにね、設備多すぎてね、一個一個国がね、あんたらそろそろ電源だねって言っちゃらないですから、そのちゃんと自分で決めてやってくださいねってことです。はい、で電気主任技者の職務と監督範囲、あのすいません、すごくねくだらないことなんですけども、電気工作物の工事維持および運用に関する保安の監督の職務を誠実にです。確かね昔本当にね過去問であったんですけども、忠実にじゃないよって、あ本当にこんなくだらない選択肢あるんですよ。誠実ってのと忠実ってのがあって、忠実じゃダメなんですよ、誠実にやんなきゃいけないですよ。まあ例えばね、この社長とかからちょっと何々君今うちの会社お金ないからさ、ちょっと撤去結果これしてくんないみたいな、絶対ダメってことです。いや社長それダメですと。なんで電気設備に関しては電気主任者は絶対的な権限があります。だって設置者に言えるんだもん。
直せっつって、要は社長に意見ができるってことですね、簡単に言うとですね。まあそんな強気にいけませんけど普通は。で、あとは主任技師はあくまでも監督の仕事なので、下、まあ言い方ですけどね、下の人を使っていろいろやらせるわけですよ。じゃああなた点検してきてくださいとかね。で、そういう指示について、例えばあとはあそこのね設備がちょっと調子悪そうだから一回スイッチ切ってきてくれとか、そういう指示を出したら、その指示された人は必ず指示に従わなきゃいけないですね。なんで主任技師に対しても義務がありますし、その主任技師の下で働く人にも義務があります。で、多分皆さんはまだその働く側の人が結構多いと思うんですけども、その人たちも法律によって規制されてるわけですね。主任技師がした指示についてはちゃんと守ってくださいねっていうことですね。まあもちろんあの保安に関する指示に限定しますけどね。はい。で、あと、これ皆さん一番大事なところですね。皆さん三種を取ろうとしてますが、自分がね合格したらどういうことできるのかって覚えてないとさすがにまずいですよね。ね。はい。で、電検三種の資格っていうのは、電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事維持及び運用。で、三種に限ってですが、発電所の出力も制約があります。5000キロワット以上の発電所はダメよっていうことですね。こういう制約もあります。で、電圧が5万ボルト未満ってどれぐらいなのかっていうと、まあ、一般的には事業用電気工作物、ちょうどこの東京首都圏の中でいうと5万ボルト未満の事業用電気工作物の電圧っていうのは6600ボルトと2万2000ボルトの2種類でございます。6600と2万2000の2種類でございます。で、ちょっとね直接的には話は関係ないんですけども、ぜひ皆さんには電検2種を目指していただきたいなと思っております。電検2種ですね。で、今ちょっとねまだ来てませんけども、今年うちに入社してくれた吉田くんですね、彼が2種も今頑張ってて、3種ね去年彼取ったんですけども、2種今頑張っててですね、一次試験がもう残り1科目まで今進んでますね。で、もしかしたら今年取っちゃうんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。で、彼が2種取るとどこまでできるのになるかっていうと、電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事維持及び運用ができるようになりますよと。で、電圧が17万ボルト未満っていうのは東京電力の管内でいうといくつかっていうと、6万6000ボルトという電圧と15万4000ボルトという電圧があります。この2つが持てるようになります。で、ぶっちゃけ言うと、これができるようになると自家用電気工作物の 99.9% が見れます。で、私が持ってる一種、制約なし。全く役に立ちません。はっきり言って。全く役に立ちません。ね、よく電検三種のガイダンスの時にですね、毎回今後ろに座ってる三山さんに私ディスられるんですけど、一種はですね、定員の5倍いるんですね、今ね。あり余ってるんですよね。で、二種三種は定員の3倍でしたっけ ?3 倍でしたっけ ?3 倍いるんですけど、お仕事できる人はね、ちょっと足りてないんですよ。だから足りなくなるんですよ。2020年に。これ、カレクリがあってですね、東京電力とか、あと JR 東日本とかですね、そういうでかい会社にいる人って、結構コロコロ3種持ってるんですよ。うん、実際私が新入社員の時に配属したところも、30人ぐらいいるうちの、10人ぐらい持ってたかな、3種。結構取っちゃうんですよ。電力会社の人って。要は分かるから、現場にいるからね。でも電力会社の人が3種の仕事を、免除を使って仕事しないじゃないですか。なんでね、実務に携わる人の数はね、結構足りないんです。実際にね。で、私転職参加してるんですけども、転職するときにせっかく資格持ってるから、電検持ってる人専用のとこに登録したんですよね。で、結構いいですよ、求人がやっぱり。で、多いのがやっぱり2種です。2種。で、これ出題範囲に関係あるんでお話をいたしますと、さっき言った6600と2万2000っていうのがありますけども、6600ボルトの電圧の設備については、自分の会社で主任技師選任しなくていいんですよ。外部の人に委託できるんですよ。まあ、例えば、関東電気保安協会とか日本テクノとか、あとは個人でやってる人いますけども、そういうところに外部委託ができるんですね。で、
その外部委託がうまくすると儲かるんですよ。あの月に1回1時間ぐらい行ってキュービクル開けてみんな元気かって声かけて一応与え取ってですね、でまあ2時間ぐらいあれば終わりますよね。でそれで3万円ぐらいもらえるんですよ。でだいたい確か30件ぐらいもらえるのかな、うまくするとですね。で月でそれだけでまあうまくすれば60万とか、うん、なんでだいたい2、3週間ぐらい働いてまあ3、40万稼いじゃう人多いですよね。2、3週間だけ働いてね、あとはあの適当にあののんぼりしてれば、うん、老後に最高ですよね。年金もらってとりあえず2、3週間ぐらいねこうちょっと回って元気かって言ってくれば、まあ、そうすると年金合わせたらまあ月50万ぐらい稼げちゃうじゃないですか。そうね、うん、もう抜群ですよね。でそれをやるためにはいろいろあるんですけども、ただそれはねあくまで老後の話で、でさ例えばあのそれまでねちゃんと仕事したやつらやっぱり正社員でね安定したところで働きたいじゃないですか。でそうすると電検2種っていうのは必ず正社員なんです。電検2種の範囲っていうのは社員から絶対に儲けなきゃいけない、とあの選任しなきゃいけないんで正社員なんですよ基本的にはね。まあたまにあのいたあの契約社員のこともありますけども、一応、ね、社員は社員なんで、でそうするとね結構いいんですね。例えばあの50代ぐらいまでいいですよっつってあの年収の上限がなんか700万とか設定されたのもありましたね。結構年齢制限50歳ぐらいまで OK ですよと、で年収もまあ700万とか800万ぐらいとか出せますよって、そういうのがあるんですね。なんで非常にいいんですね。でこれ抜け道があります。電気二種はね試験で受けようとすると死にます、先言って、あの合格率が大体 3% とかそういう資格なんですよ電気二種って。で実は3種を取って特別高圧の設備で5年以上仕事をすると認定で2種がもらえるんですよ。つまりさっき言った2万2000ボルトの設備ですね。そこで5年以上仕事をするとあの面接で2回ぐらいいじめられるんですけどね、いじめられるんだけど認定で2種ももらえるんですね。で実際私が前いた会社の人は2種持ってた人何人かいたんですけど、みんな認定試験で取った人ほとんどいなかったですね。でもそれで取れちゃうんですね。ただその人たちも3種は試験で取ってるんですよやっぱり。なんで3種を取って2万の設備で仕事するのが美味しいですね。そうすると認定で2種もらえるから、まあ試験でね頑張るって人ももちろんいいですけどね、その方がね、それも早いけども、要は5年間待たなくて済むから、うまくすれば 2,3 年で取れちゃいますから、それもありますけども結構大変です。はい、まあちょっとね若干あの直接関係ない話もしましたけども、はい、ぜひですね2種目指してください。これ持てばもう飯絶対食えますから、どんなことがあろうとね、ぜひ。まあ保険ですから資格ってのはね。はい、ちょっとね話それましたけどもね。はい、では、主任技師の選任の方法、これ関係ありますけども、基本的にはその事業所の従業員の中から選任しますよっていうことですね。はい、まあ一応ですね、あの常勤する派遣でも OK なんで、まあ、正社員じゃなくてもいいんですけど、ただ2種持ってる人はね基本的にはやっぱりちゃんと確保したいからいい待遇はしますよね。はい、でいろいろありますが、はい、で続いてこれポイントでございます。先ほど私あの第一種電気工事士の、資格の範囲の中に自家用電気工作物で50キロワット未満っていう話をしましたけども、それと関連するところがここです。あ、ごめんなさい、500キロワット未満ね。500キロワット未満っていうのは実は電検3種持ってなくても主任技術者ができちゃうんですね。で、それが許可主任技術者っていう制度です。で、これは何かっていうと、第一種電気工事士に合格してる人っていうことです。まあもちろんそれ以外の細かい条件はあるんですけど、出てくるのはそこね。なんで実は、500キロワット未満の設備については、電検3種受かってなくても、主任技術者ができちゃうんですよ。それが許可主任技術者っていう制度です。まあ逆に言うと、だから第一種電気工事士っていう資格があるんですね。我々とか皆さんが受かった後みたいに高度な、ね、知識を有する人じゃなくて、まあ、言い方悪いですけど半分潜りの人が責任者やってるから、工事する人もちゃんと知識とか技能を持ってやってくださいね、責任を持ってやってくださいねってことで第一種電気工事士が設けられております。なので逆に言うと500キロワット以上になるともう我々が全責任を負わなきゃいけないんです、まあ、だから普通免許を持ってない人工事させませんけどね、さすがにね、というのがございます。これ許可主任技師ですね。まあ、これもね、たまに出ますんで、容量ですね。
容量のところと書いてないけども、ちなみにこれちょっとポイントでね、第一種電気工事士、ごめんなさい、第一種電気工事士ね、免状を持ってる人じゃないんですよ、合格してる人なんですよ。はい、第一種電気工事士試験に合格してる人ね。はい、これあの知ってる人は知ってると思うんですけど、第一種電気工事士って受かってもねすぐ免状もらえないんですよね。そうね、なんで実はね私も免状は持ってないです。何かっていうとね、5年以上の工事の経験が必要なんですよ、実務経験が。そうじゃないと免状もらえないんですね。ちなみにですけども、第一種電気工事士に合格するとね、こういうのくれます。これ。ね。合格証書。ね。電気一種の免状にもはるかにかっこいいですね、これね。うん、こういうのもらえます。ね。はい。なんで、これ持ってればいいよってことです。はい。んで、保安管理業務の外部委託っていうことですね。はい、これもできますよってことなんですけども、これ一応ですね、条件がありまして、細かい条件あるんですけども、一応ですね、大雑把なものとしては、高圧で充電しているところ、だから6キロの設備ですね。6キロの設備で充電しているところについては外部委託ができますよっていうのが一応ございます。で、この電気管理技術者ってあるじゃないですか。これ何かっていうと、電検算士だとね、取ってから5年間この管理とかの仕事をすると、その電気管理技術者ってやれる資格があるんですね。でそうするとね、独立してやれるんですよ。でこれがまあさっき言った美味しい仕事ね。まあ結構これで1000万以上稼いじゃう人いるんですよ、定義で。まあ昔はあの東京都の電気管理技術者の平均年収が確か1000万超えだったかな。で、平均年齢が確か60何歳だったかな。こんな感じですね。まあ今はちょっと下がってますけど、何かっていうとあの、日本テクノとかがすごい一気に伸ばしてきちゃって、あいつら安いんですよ、金が。安いからそこでどんどん持ってっちゃって、でそれと競争しようとすると値段下げなきゃいけないから。はい。ということでございます。じゃあもうちょっとやったらね、休憩取りますね。はい。で、続いて、自家用電気工作物の新設と変更の届け出っていうことなんですけども、はい。これいろいろありますが、まず、段階としてね、何個かあるんですけども、これ書いてねえな。まず、設備をね、作りますって時なんですけど、まず、段階としては、別に作るときなんか届け出いらねえから、終わったら、とりあえず死人技者選任して保安規定出せや、ということ。これが一番軽いですよね。ああ、別にいいよ、勝手に作って、みたいな。こんな感じです。で、いいよ、勝手に作ってっていうのが、いろいろあるんですよ、細かい条件がね。で、まず代表的なもの、これ。7000ボルト以下の自家用充電設備は、電力に関係なく、選任と保安規定の届け出のみ。つまり、工事に関する届け出とか、そういうものはいりませんよ、と。
で、この届け出には2種類ありまして、厳しさでね、1つは事前の計画を届け出てくださいと、とりあえず出せばいいよっていうのが1つで、もう1つは認可っていうのがあります。これは何かっていうと、届け出ていいですよやってどうぞっていう許可をもらってできるもの、これが認可です。で、はっきり言いまして、これ覚えておくと便利なんですけど、次のページのところの表に書いておけばいいかな。認可はですね、原発のみです。認可が必要なのはね、原発のみです。で、私もここ若干うろ覚えだったんで改めて確認しましたけど、原発だけですね、認可必要なのはね。届け出はいっぱいありますよ、届け出はね。はい、まあこれを覚えておくと結構便利でございます。っていうとこかな。はい、じゃあちょっとね、また次のところ話すと話が長くなるんで、ちょうどね45分なんで、一旦10分間休憩取って55分から続いて再開したいと思います。じゃあ10分間休憩取ってください。